どうも高井です。 99% の人が最もリスクに感じる自己啓発本を読んだ上で効果的に生かす環境の作り方。私自身もかつてはこういう自己啓発本を読んでたんですよ。この本だけは買った本だけですけど、ただ書店でも当然立ち読みはしてますよ。でもね、自己啓発本ってブラック企業で働いてると当然ネガティブな言葉の方が受けやすくて、そっちの言葉に押し潰れちゃう。それなんでかって言ったら、この本には当然答えが書いてあって、50人が1回ずつ言うのと1人が50回ネガティブなことをあなた自身で発言して、お前にはもう夢なんか追いかける力がないよ、諦めろと言われ続けようが、自己啓発本で50回以上、51回から60回ぐらいあなたが肯定する言葉をネガティブな言葉を上回っていれば、あなた自身はネガティブな言葉に負けずにポジティブな言葉で動けるわけですね。ところがほとんどの人はブラック企業で働いてネガティブな言葉を耳で受け取ってる回数が多いし、その言葉を受け止め続けて自分自身の言葉でも折れてあって、自分自身でも俺なんかじゃ無理だ、あんな成功者に勝てないよって自分自身を否定してしまう。自分自身に負けちゃうわけですね。あなた自身が勝つには、そういうブラック企業をやめてポジティブな言葉を受け止められる環境に行くのがベストなんですけど、それって難しいよね。仕事を辞めれたいんだけど、ほとんどの人は辞めれないわけだよ。だからブラック企業を勤めてるってことは、それ以上にポジティブな言葉を受け止め続ける、自分自身のためのイエスマンを作り続ける必要があって、本棚いっぱいにこういう自己啓発本を大量に詰めていく必要があるんですよ。50回ネガティブな言葉を聞いたら、51回から60回もしくは100回200回っていう感じで聞き続けるんですよ。ただ同じ本を読み続けたら当然飽きる。そのため本棚に自己啓発本を並ぶっていう感覚。少しでもこういう自己啓発本の本数、買う本数を減らしたいんだったら、もう完全に会社を辞めるっていう選択しかないので、この話を聞いた上でよし会社を辞めようって決断できたらすごいよ。でもほとんどの人はできないね。だったら本棚をイエス様で固めてみよう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは